どうもこんにちは、加瀬介です。今日は2021年の10月の3日、時刻は15時09分というところで、星のカービィ始めてまいりたいと思います。今日2回目なんですけど、星のカービィを始めて2回目で、前回、ほとんどある程度プレイして紹介とかまでは済ましたかなという感じがしておりますので、星のカービィを進めていく上での目標みたいなものをちょっと考えて、いきたいかなというところと、第2回目ですからまだまだこうチュートリアル的なニュアンスも含めながら、プレイを進めていこうというふうに思っております。ですね、ちなみになんですけど、星のカービィはアクションゲームなんで、アクションゲームをしながらゲーム実況するっていうこと自体が、私の中のチャレンジみたいなところがあるんですけど、それを踏まえてカービィですね、ピンボールですけども進めてまいりたいかなと思っております。基本的に今考えているのはですね、このゲーム、私がですね、小学校の5年生か4年生ぐらいの時に初めてプレイしてから、最後にプレイしたのは多分中学生が多分最後じゃないかと思ってまして、で、それまでにですね、結構間も空きましたし、すっかり、このゲームの存在自体ももう忘れていたようなところがあるんですけど、今年に入ってから YouTube でゲーム実況をやるということをやっていく中でですね、やりたいゲームとして候補に上がりまして、で早速ですけどプレイしてるという感じです。それが経緯といえば経緯なんですけど、この前プレイした感じですと、ちょっとこう慣れが必要かなというのをちょっと結構感じましたんで、割と慣れていくためにプレイしていく、そして、落ちました。例えばさっきのトランポリンで、星に乗って一番上のステージに行くタイミングとかもなんか全然忘れてましたし、今うまくいきましたから、勘を少しずつ取り戻しながらですね、このゲームをとりあえず、ある程度シリーズ化してしっかりプレイしていきたいかなと思っております。で、そのシリーズ化してプレイするにあたってですね、目標をとりあえず立てようと思っておりまして、で、目標は何かと申しますと、とりあえずですね、私が小学生当時の最高点がですね、700万だったと思うんですね。で、この前したら70万いきまして、割と頑張ってたんですけど70万止まりということで、最高点の10分の1っていう感じでした。で、正直言って700万出すのきついなってちょっと思ってたんですけど、今やですね、私ももうアラフォーとなりまして、いろんな知識も身につけてまいりましたから、今ならばできることっていうのはあるという考え方ですね。つまり大人になった今やできることっていうのが別にあると思いますんで、大人になった今できることをですね、やっていこうかなということを考えておりまして、はい、失敗しました。じゃあ大人になった今自分に何ができるのかというのを考えて、最高得点の700万を再現するっていうのでは芸がないので、最高得点を1000万までとりあえず達成しようというのが今回の目標です。簡単なのか簡単じゃないのかはちょっと正直今何とも言えないんで、その検証という感じなんですけど、大人になった今ですね、戦略的な視点を持ってこのゲームをやれば、小学生の時に700万も出してるわけですから、それを軽く300万超えて最高得点っていうのを目指していくというのが今回の私の目標ですね。ということなんで、あんまりずっとこのゲームをプレイし続けて1000万一生いきませんよじゃあちょっとかっこ悪いですし、いくつか戦略を考えてはいるんですけど、それをうまく発揮して、当時の最高得点を軽く超えてやろうというのが今回の目標ですね。失敗しました。とりあえずは喋りながら1000万を目指していくと、それが今回の目標になっております。今回シリーズ2回目ということなんで、基本的にはカットももうなしで、ずっと喋り、ずっと喋りつつ、こういうことがあるんですよね。
厳しいな。まあ、ずっと喋りを入れつつの1000万をとにかく目指していく動画ということにしていきたいかなと思っております。多分ですね、1000万、正味な数字的にかなり厳しいかなと思っていますけど、まあそこをとりあえず目標に。あーっとなるほどなるほど。まあ今日2回目で、正直言って多分今日1000万いくことは無理だと思っていますが、まあどっちしても、あ、間違えた。どっちしてもですね、まあまあ、ゲーム実況のプレイ時間自体が30分程度、ああもう、30分程度の繰り返しという感じなんで、まあ30分のプレイの中で、例えば200万円いったんであれば、その時点で、ストップしておいて、また次回みたいな、持ち越しみたいな感じでやっていけばですね、まあそれなりにシリーズ化してうまく運営していくことはできるのかなと思っています。で、シリーズ化してしっかりやっていく中で、何をするのが一番効率がいいかとか、まあそういうのもしっかり考えながらですね、いや、下手くそだな、これは。まあとりあえず、なかなか思い通りにいかないんですよね、これ。まあ何を考えていけばいいのか。あ、まあこのゲーム自体をですね、見ていただいて、自分もやってみようかなって思う方がいるというのをですね、まあ想像しつつ、まあ、攻略的な情報も流しながらですね、自分自身楽しみながらですね、星取ろうかな。ちょっとこのステージ、ちょっと微妙でした。やっぱり、高得点を狙うならやっぱり、ここかなというところに行こうかなと思います。まあそんな感じで、このカービィのピンボールを、一通りお届けしていこうかなと思っております。まあちなみになんですけども、昨日、10月の2日ですね。昨日は10月の2日なんですけど、あ、UFO できた。またできた。この UFO はかなりランダム性のやつなんで、まあ得点が取れるから倒してはおきたいんですけど、まあ、昨日の10月の2日付でですね、ちょっと動画を作ってるんですが、2021年はゲームの年になったということをですね、お知らせしておりまして、で、ゲーム自体をとりあえずは今年1年間で1回区切ろうということも発表しておりますので、今年の1年間はゲームの年、そして来年からは勉強の年だというふうに位置づけて、私自身も、いろいろと、やっていこうかなとは思ってるんですけど、あ、来た来た。これでトマトを崩さないように、確実にいかないといつまでたってもこのゲームしなきゃいけないということになりかねないので、やっぱりトマトをちゃんと整備していくのが一番、あ、危ない、大事ですね。トマトを何度も整備していくようなイメージですね、やっぱり安全をとにかく意識して。はい、星が出ましたんで、私はですねちょっと勘違いをしてまして、あ、まずい、ここに来たかったわけじゃなかったということなんですよ、実は。はい。本当は来たかったのは一番右のところですね。PK でとにかく点稼がないと、高得点がいかないということはちょっとよくわかっているつもりなので、このゲームはこの PK をとにかくひたすらやるっていうのが一番、まあ、重要かなと思っています。こんな感じで割と、あ、タイミングは測りやすいんですけど失敗しました。まあ、このステージの音も結構好きですしね。まあまあとりあえず一番上に来たんであればどんどん、ボスを倒していく方向性っていうのはまあありかなと思ってるんですけど、基本的には PK 狙いっていうのが一番やりやすいかなっていうふうには思っています。ただまあそれ一辺倒もちょっと面白くはないんで、ああ、よかったよかった。とりあえず PK 一辺倒っていうのは面白くないですから、ああダメだ、厳しいねなかなか難しいですね。うん、まあ、とりあえず今回のプレイで1000万いくことは、まあ、不可能ですね、断言しておきますが、まだ今1000万円取れる気がしていませんよと、まあそれはいいんですけど、まあ、とりあえず今年1年間のゲームの、うわ、もうやっぱ喋りながらっていうのも難しいですね。まあ、とりあえずはゲームを頑張っていきます。でゲームを頑張って来年から勉強するということにもなっていますんで、とりあえずはこのゲームを一通りやって、であと、まあ、フロントミッションをしてマリオをクリアしたら、うわ真ん中、
とりあえずゲームは一旦、ゲームから一回撤退しようかなっていうふうに考えております。とりあえずはそんな方針ですよというところですね。で、落ちたか。まあまあそんな感じでなんか喋りながら、あー1000万目指して頑張っていきたいと思ってますという感じですね。欲しい。あーダメか。あー難しいなこれ。こんなにちょっと難しかったかなと思うぐらいなんですけどね。まあ、ちょっと前回もちょっと話したんですけども、ゲームボーイの画面でやるのと今コントローラーでこれやるのって感覚的にですね、なんか全然ゲームボーイの方がやりやすいなって思っています、正直ですね。まずいなこれは。まずいまずい。これあの一番左を、はいはい、起こしておかないと、トマトが消えてしまうんで、とりあえずこのフロスティを覚醒させて、あーまずいまずいまずいぞ。フロスティを覚醒させる前にとりあえずトマトを、あーまずい。はいはい、フロスティ覚醒しました。ちなみにプラス B というのは最後ボーナス点がもらえるときに、プラスになるやつですね。はい、よし、これで星を一発で、あーダメだ。今のでですね、ピョンと星に当てれば星が出てくるんで、フロスティを覚醒させた後の星狙いっていう、まあ、そういう上等手段かなと思ってます。まあ、とりあえずですね、このステージで行くところの左側と右側のジュースを置いて、で適度にですね、まあ、この状態から星を狙うことができるので、あーダメか、ダメでしたね。結構待ち伏せして星を狙いつつ、あー難しいな、なかなかちょっと慣れないとやっぱあんまりですね。ここか、あーダメですね。あーダメか。ということでフロスティを覚醒させてからの星狙いでいきたいと思います。とりあえずは一番左のカービィを起こして、で、あーまずいか、あーダメか、あーダメでした。はいよしよし、上がった上がった、よし。とりあえずはフロスティ、あーだだ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 、ダメでしたね。はい難しいな、ゲームオーバーはちょっと早かったかなと思います。あの B プラスっていうのはさっきのボーナスのかけるなんぼっていうのが上がっていきますんで、ということです。まあとりあえず、まあ ISK で全部埋めておきますか。とりあえずですね、なんとなくですけど、あと ABCDFGHIJK、はい、22万終了。まあまあダメですね。22万終了なんで約50倍いったことによれば、クリアという感じですか。どこまでいくか分かりませんけど、まあとりあえず目標は1000万です。1000万目指して頑張っていきます。あそこの爆弾を一回蹴ってないとダメです。あ、ダメか。爆弾を一回左側のやつを解いておかないと、結局星狙えないみたいですね。で、あそ、あのトゲトゲを一回収納しておかないと、星は出てきません。とりあえず左側のあいつを起こしてからの、あ、ダメか。とりあえず星、あ、あいつもいいんですよね。あいつもプラスなんですけど、吸い込まれましたと。あーダメか。とりあえず爆弾を どかしておいて、とりあえず上に来ました。まあ今あのアクションゲームをしながら実況プレイするっていうのをやってますけど、意外にできるなと思います。ただまあ慣れないとやっぱり操作ミスを起こしがちかなと思いますね。あとやっぱりまだこう狙い通りにあの打ててないなっていうのを非常に思いますので、もうちょっとやっぱり操作そのものになれる必要があるなと思います。このゲームやりながらですね、いろんな雑談もしながら今思ってることとかもバンバン話しながらですね、私の喋りを聞いていただければいいなと思ってやっていきたいと思ってます。アクションゲームって、まあ、ゲーム実況だから基本的には目の前のことをそのまんま喋ればいいんですけど、まあ、あんまりそれを しすぎても、まあ、ちょっと面白くないかなと思うんで、あー失敗したか。あ、B プラス来ましたね。ああいうあのボーナスプラスのやつをどんどん狙っていくと高得点が、いくという感じですね。まあ、とりあえずゲーム実況しながら雑談程度にいろいろ喋りながらですね、まあ、おしゃべりしていく、そういう動画だと思って見ていただければと思います。
まあ、とりあえずは、まあ、今日2回目ですからね、ゲームの中の話のことは割と、もう、あーっとしまった、割とゲームの中の話をしようかなとは思っていますけども、基本的にですね、まあ、この前ちょっといろいろ調べてみたんですけど、星のカービィのカービィのことをちょっと調べるの忘れてたんですが、まあ、多分星くず的な意味だとは思っています。ちなみに、ゲームの終了画面というか、ランキングのところに、デフォルトの名前が打ち込んであるんですけど、あ、星出ました。これは絶対取らないと。あー、くそ。デフォルト名っていうのがあるんですけど、そのデフォルト名が4つあって、ステイメンとサイサリスと、何やったかな、ステイメンじゃなくてステイメンもそうなんですけど、ゼフィランザスとステイメンとサイサリスとデンドロビウムみたいなことを言ってたんですけど、これって思いっきり、ガンダムの、スターダストメモリーのガンダムの名前なんですけど、まあ、星のくず作戦っていう、そういうテーマのガンダムのストーリーの、ガンダム GP シリーズの、ガンダムの名前が実はこのランキングのデフォルト名ということを書いてたのをちょっと着目してます。星のくず作戦っていう、まあ、そういうストーリーなんで、まあ、まさに星のカービィというそういうことなのかなと思いました。多分年代的にも1990どのくらいかな、多分 3,4 年とかそのぐらいじゃないかなと思いますんで、その時に OVA で放映されてたのかな、まあ、あのビデオのみだったんじゃないかと思うんですけど、その時の星のくず作戦の、なんかこう名前が使われてるそうです。まあなんか私は当時小学生でしたから、ガンダムのことは全然知らなかったんですけど、まあ大人になってそういう文字入りがあったんだなっていうのはちょっと感慨深いものがありました。まあ星のカービィっていうから、こうなんか割と宇宙のところがテーマなんでしょうけど、なんかあんまこのゲームに宇宙感はあんまないんですよね。ガンダムみたいな、もう思いっきり宇宙っていうよりも、なんかこう空想の世界の物語みたいな、そういうイメージですけどね。まあ一応そういう設定があったそうですね。まあなんかそんな感じでちょっと雑談を挟みつつやっていこうかなと思います。あ、いいな、こいつは B プラスをくれるやつだ。残念、落ちました。難しいんですよね、本当意外に。まあ、こんな感じでとりあえずはフロスティを覚醒させつつ、あーダメか、タイミングがなかなか難しくてですね、あーまずいまずい、ダメだな、全然ダメ。あ、でも上には取れたみたいですね。 PK も全然取れないし、全然うまくいってないんですよねこれ。あーダメか、やっぱりちょっとこう爆弾待ちをした方がいい、あーっと星待ちをした方が良さそうですけどね。あいつを一回黙ら、あ、上に来ましたね。あいつを黙らしてから星を狙うっていうのが多分やり方だったかなと思うんですけどね。ちょっともう昔のことですからもう忘れてますね。昔のことっていうのは本当に昔のことなんでですね。まあ、今思うとですね、小学生って本当結構能力高いなって思います。私が三国志をしてたのも小学生時代でしたから、とりあえず一気に死にましたと。ダメですね。全然ダメですね。まあ、あの、小学生が本当能力高いなっていうのもそうなんですけど、まあ、実はこのゲームをちょっと やろうとした一つきっかけというのがありまして、それはですね、今私の、近所に住んでる甥っ子にこれをやらせようと思って、このゲームを選びました。割とですね、こう、ボタン操作が非常に簡単なので、まあ、甥っ子たちでも簡単にできるんじゃないかなと思ってですね、これを選んだんですが、かなり難しいんで、全然なんか思った以上に苦戦したというか、私自身が苦戦してるんで、まあ、子供たちにはちょっと難しいかなというのが正味な感想ですね。ただまあ、子供たちがもうちょっと大きくなったらですね、このゲームで遊んでほしいなとは思ってます。やっぱり基本的に小学生、まあ、まだまだ小学生にもなってない子供なんですけど、やっぱりですね、ゲームを介してこういろんな理解力を深めていくっていうのはすごいプラスになりますんで、
ゲームばっかしたらバカになるっていう考え方を持ってる人ってのは結構多いと思うんですけど、まあ私自身はですね、ゲームによって育てられたようなところもありますから、ゲームを否定したら自分の否定になってしまうんで、まあしたくはないんですけど、まあそれ以前にですね、ゲームってすごい得るものが大きくてですね、実際にとりあえず星が出たんで星取るかな。まあ本当ゲームによって育てられた人たちの社会って言ってもいいんじゃないかなと正直思ってます。星を取ったのはですね、星が出たからというだけです。はい、また同じとこに行きます。まあでも星を取ることによってステージを1個上げられるんで、でここに来た時っていうのは星を狙いやすいです。今だ、あ出た出た、よしよし、これで、あーダメだ、さあ星をですね、とりあえずこの爆弾を壊して、あこのタイミングならいけるぞこれ、あいけたいけた、はいはい、この星は確実に取っておきたい。あーダメだ、くそー難しいな、なかなかこれも本気でやってるんですけどね。あまた星出た、星が出まくってますけど、うわーダメか、よし、はい来ました。マジで必死です、もう本当に必死で星を取りました。今かなり嬉しいです。はい、こんな感じで PK は本当に得点源なので、イカがですねなかなかこううまい具合にボールを操作させてくれないんですけど、まあイカも必死こいてですね、こうボールを守ゴールを守ってるわけですけど、まあとりあえずはちょっと最大限ここで点数を稼いでおかないと1000万までなかなかいかないですよという感じですね。はいはい、あこんな感じでどんどん稼いでいってます。結構うまくいった方かなと思います。はい、右下のところで 5000×04 とありますので、まあ、これで2万点はもらえるという感じですね。で、かける数が多ければ多いほど当然数字は大きくなりますし、かける回数が多いほどに数字は大きくなりますんで、まあ、この PK を狙ってですね、プラス B とか、いうやつをどんどん取っていくのが、あ、しまったな。まあ、とりあえずちょっとここで PK を狙うのが一番いいやり方ですよということですね。まあもちろんボスを攻めまくるっていうのも一つ方法かなとは思ってるんですけど、まずいな、トゲトゲは収納するしか手がないです。まあとりあえずですね、ボスを狙って、あいい具合に来ましたよこれ。今のを極めたらですねかなり、あ失敗した、まあ今のはもうどうもならないんですけどね。とりあえず、あー惜しいな、あいつをこうシュンと下に下ろして、とりあえずイカはちょっと、まあいいや、これでもいいです。まあ、これでボスを狙っていくという感じですね。ボスを狙ってボスを倒してしまうとこの面には来れないんですが、まあ他のところも、適度に進めつつですねやっていきます。ボスを倒すのは結構高得点になりますんで、それはそれでよしと考えております。まあまあとりあえず慣れるまでしっかりここで練習して、で高得点につなげていく感じですかね。どっちにしろすぐに1000万はまあいかないと思いますので、まあダラダラとやっていこうかなというところですね。まあなんて言ってもこのゲーム自体を楽しんでいきたいというのもありますので、まあぼちぼち進めていこうかと思っています。とりあえずカービィが消える前に、絵をですね揃えながらやっています。何のことかっていうのはお分かりかなとは思いますけど、一番下のカービィの3人の絵をですね常にマックスにしておくことによって、下のトマトをずっと維持することができるということですね。これです。でフロスティを覚醒させて、で、フロスティに上に運んでもらいます。そしてすぐに星を狙うという感じですね。これで星狙いです。はい、これを狙ってたんですけど、収納してしまいましたと。いやこれですね、さっきの元気のいいカービィを消してしまうと下の、トマトが消えてしまいますということですね。もちろんトマトがないんで下に落ちたらトランポリンチャレンジになって、トランポリンのチャレンジ結構難しいんで、それがダメだったら死亡ということですね。とりあえずカービィをまず覚醒させます。あー残念、
はい、これで星に乗っていけば一番上まで、運んでくれるというタイミングのチャレンジですね。で、トランポリンが大きいうちはですね、星が出やすいんですが、ちっちゃくなるほどにですね、生還が厳しくなります。まあ、あの一番ちっちゃいやつはもうほとんど不可能ぐらいですね、生還不可能となりますので、ちっちゃくなる前に、あーこいつです、こいつ、あこれで B プラスじゃなくてもう一個の方だと思うんですけど、あーと残念、まあイカか、まあイカでもいいです。とりあえず上に上がって、まあ、ボスに行けるならボスに行くという感じですね。さてさて、とりあえずはこれでいて、あーだだだだ、はいはい、こんな感じですね。さてさて、そろそろ割といい時間になってきたから霧をつけようかなと思ってるんですけど、まあ今もちろんこうプレイ中ですから、まあスタートボタンを押してですね、お休みするっていう風にすれば、ここで一回休みにすることができます。まあ、これはゲームボーイ時代もそうなんですけどね。まあ、せっかくですからボスチャレンジ、ダメですね上に引っかかってました。はい、ということなんで、ここでスタートボタンを押して、一休みというのを押したらこれで休むことができますよという感じですね。なので、まあ、時間的には30分以内で区切って、そして最終的には、最高得点を狙うということをやっていこうかなと思っております。はい、ということで今回はこの辺りで締めたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。一休み。はい、ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。